ます。OK。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、シリウスです。というわけで今回はこちらのリサージェンスソロ、マップはボンダレでやってきた時の試合となっております。ね、今回使った武器、まあ、紹介する武器は、こっちのサブ武器の方ですね。ハンドガンの、COR45 となっております。一応まずこっちからね、カスタム見ていくと、コンバージョンキットを使用してます。なんかめっちゃ眩しいの、これ。なんかめっちゃ眩しいんだけど、このコンバージョンキット、なんかダブルタップになるやつかな。連射速度がめちゃくちゃ上がるコンバージョンキットを使用してます。これね、マルチでもね、強かったと思うんですけど、ウォーゾンでもめっちゃ強くて、まあ、特に 1on1 のシチュエーションにおいてはだいぶ強いかなって思います。ワンチャン SMG にもね、勝てるんじゃないかレベルの火力あるんで、AR とか LMG とか、そのサブに持ってくの結構ありかなって思います。あとはハンドガンっていうことなんで、その機動力も結構あるんで、こんな感じでキャロコンもやりやすかったりするし、まあ、反動もそこまでないんで、こんな感じで連射しながらちょっと遠くの敵も狙えるっていった、そういった武器となっています。で、一応相方に持ってったのが、25発症になってます。 LMG でだいぶ個人的に好きな武器なんですけど、結構ね、無反動が売りな武器となってます。なので、めちゃくちゃ遠い距離の敵も狙えるし、あとは弾速も結構ね、速いので、あんまり偏差打ちもいらない武器となってるんで、初心者の方にもね、結構おすすめできる、そんな武器となってます。もしね、気になった方は、ぜひ使ってみてください。ってことで、早速ですが、本編の方に移っていきたいなと思います。こんな感じで、自分のチャンネルでは、ウォーゾン3の動画だったり、配信だったり、いろいろやってますので、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、Twitch のフォローなどをぜひ、よろしくお願いします。ということで、最後まで試合の方お楽しみください。どうぞ。名前降りるか。いや、もういける。これで頭入れられてたらめっちゃ悲しかった。なんかちょっと雰囲気あったよね、頭入れる、その、これ下だな。最近世界がようやく気づき始めた MTZ762 の良さ。これどこだ？ん？最悪。あぶねえ。敵は戦域を監視している。気配を消すか。オッケー。俺の中でだけどね。敵を。これで邪魔しないかな、あのサンタの、サンタスキンのやつ。あ、終わったね。オッケーオッケーオッケー。ちょうどいいあれだった。でも死んだのあれだったな、俺が撃った方が死んだの先に。どこ行ったかな。この人だった、なんかスキン違う気がする。やっべやべ、これなんか撃ってたってことはいるぞ。一回下がって1枚だけ巻いて戻るか。何撃ってたこの人。惜しい。今いたな。ん？これじゃなかったかね。惜しかったね今。あそこ乗れてたら結構面白いあれできたんだけど。まあでも確かに溶けてはいるのか。俺のカスタムが悪い説もあるし。キル確定。やべ、なんでリンカージュしない。オッケーオッケー。お、うわ、終わったわ。あれ逃げないんだ。大丈夫だ。あれでも撃ってたよね誰か。ここもここ実は繋がってるの知らなかった。いて。初心者の人だ。迫撃どっからだろう。奥か、下から移動するか。だったら、
あーまあどうなんだ今の勝てんのは結構怪しいのかなんかダメだ感覚が分かんねえでもあー SMG で勝ってないか今の本来死んでたかな SMG だったら勝っちゃいけない場面勝ってるような気もするけどなんか体感まだあんまりしっくりきてないあれがなんかそのバーストが結構当てやすい感もあるねあと今この人が撃ってた人敵が戦域に降下してくるんこれかキル確定残りの奴らを特定した奥にいるあれ無理だええー、危ねえマジで今当たってないんだ合ってたと思ったんだけど M ハンあそっち側かあれ外れちゃった上空からの偵察が必要だいるねんこれはどういう上表記あ階段上にいんのかはいさようならでリロードして奴らを追い詰めろ赤点あってねそうだよ、ね、はい危ねえこれちょっと待ってなんかさっきから投げなきゃめっちゃすり抜けてないなんだ偵察飛行要請するあれまだいるんだなんかそこになんだこの人なんなんだなでも確かに水中もこんな感じでやれちゃうのはあんまり良くないかもしれないなんかこっちで足音鳴ってねもうすぐ復活できなくなる気をつけろよ鳴ってるよねあっぶねえマジで間一発だこれヘイメーカー弱体化されてこれなんだよな強いよなやっぱヘイメーカー惜しいあ逃げなかったんだ。あら。敵が降下している。上空を警戒しろ。そこは危険だ。上空からの偵察が必要だ。これな。そうなんだよね。復帰のやつがさ。うわ、ギリかダメか。やべ、目の前いる。見られた。危ねえ。金無限に手に入るな。えぐい。どんどんいっ、あ、びっくりした。びっくりした。俺、今、マジゲーム落ちたかと思った、今。ガーディアンか。ガチでちょっとビビった、今。あれだけでいける。要請する。下警戒してたってことはいんのか。あ、惜しい。放置かなこれさすがにあっぶねえマジでやっぱねこのテクニックね知ってると知ってないとでマジで生きれる場面と死ぬ場面分かれるわこれねこのビッグゲームバウンティーやるとあれがもらえるからこれガラス割ると違ういや上かそれっぽいな。うわ、降りた。どこに降りた今。オッケー。違う。こいつじゃねえ。これね、でかいっすマジで。これでアドバンス EV はマジででかい。屋上かな？これどこだろう。屋上行けたらできるけど。あ、屋上どうやって行くんだっけここか。オッケー。屋上行って、多分屋上なんだよな。違うわ。危ね。よし、オッケー。あ、でもアドバンス EAB 切れんの早すぎるな。うわー、マジかよ。アシストかよこれマジか
UAV 使いたいな。偵察飛行を要請する。了解。上空からの偵察が必要だ。偵察飛行を要請する。これで使って了解。アドバンス UAV さあ行こう。とりあえず端っこからやっぱやるのが一番安全だから、まずは端っこから。あー、その手前のやつが一番やれそうだな。これこれバレてないんじゃね。しかもなんならバレてないというか、これボートの下だね。なんなら OK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 。 でそこは多分勝手にやり合うから OK で、リロードして UAV 補充して、上空からの偵察が必要だ。了解。 UAV が配置についた。裏取って OK、 あと水だ。オッケー、ジージー、完璧。この試合ノーデッド。オッケー、31スキル素晴らしい。いやでも確かにこのハンドガンぶっ壊れたわ。これ確かに強いわ。